月面基地のマスドライバーマスドライバーとは、惑星の衛星軌道上や衛星の周回軌道上に物資輸送を大量輸送に向く、要効率よく行うための装置、設備、施設で地上から第一宇宙速度にまで加速した輸送コンテナなどを放り上げるものである。マスドライバーとは宇宙に大量の物資を輸送するために考案されたもので、端的に言えば、 コンテナを積んだ巨大な砲弾を打ち上げるための大砲のようなものである。このいささか乱暴にも聞こえるアイデアの原型は、1865年にジュール・ベルヌの発表した地球から月へという作品の中で登場した270メートルもの方針を持つコロンビアード砲である。二千十年代初頭における現在は、技術的にロケット噴射によって衛星軌道にまで上がることや、 さらには最も近い天体である月に人を送り、無人探査機を太陽系内の他惑星に送ることが可能である。しかしこの衛星軌道へのロケットによる打ち上げでは、キログラムあたり数千ドルという莫大な費用がかかるため、宇宙空間への物資輸送はコスト面で足踏み状態にあるのが現状である。これをもっと安価に行う方法として発案されたのが、マスドライバーである。 現在考えられているものの動力には、玉体の通過に合わせて、巨大な方針に数段階に分けて、高圧ガスや作薬を注入して加速する方法や、ライトガスガン、電磁石の反発力で段階的に加速、射出するために、コイルの中を玉を通過させるもの、さらには2本のレール間に高電位をかけ電動体で、できた玉体か胴体を後方に貼り付けた玉体を、 レール間に挟んで、弾体そのものか団体の後方に発生したプラズマに、かかるローレンツ力による反発で弾体を加速、射出する、レールガン等がある。また射出用コンテナの代わりにロケットを方針に、突っ込んで、ロケットを外部から加速して打ち上げる、複合的な案もあり、ロケットの燃料節約や、積載量の拡大が期待されている。 一方、打ち上げられた玉体には基本的に推進装置がないため、一度宇宙空間に飛び出してしまえば、完成の法則に従って飛んでいくだけになる。そこで打ち上げられたコンテナを宇宙空間で受け止めるマスキャッチャーと呼ばれる受け取り場所も必要と考えられている。地球上から友人の玉体をマスドライバーで打ち上げるのはかなり乱暴な方法と言わざるを得ない。 なぜなら、本来は、数キロメートルの上昇距離をかけて加速する、はずの速度を、方針の数百メートル程度の距離で加速する、マスドライバーは、球体に強い加速度がかかるためである。この問題に対して、SF 作品の多くは、宇宙船型パルトとしてのマスドライバーを、登場させるなどしている。マスドライバーは、地球上から、有人コンテナを打ち上げるには、 加速がかかりすぎるなどの点で不適切な部分も多いが地球よりも重力の弱い月や火星などの天体から打ち上げる場合は非常に有効な射出手段として考えられている。なお、NASA では永久磁石を用いるインダクトラックが補助的なマスドライバーとして利用できる可能性があると考え研究資金を提供している。アメリカ空軍とローンチポイント社が共同で研究を 進めている。巨大な円形のレール上を回りながら、レールガンの原理を利用して加速し、第一宇宙速度に達した時点で発射用のレールに入り打ち上げられる。この方法は、約 2000G の加速度がかかるため精密機器を除く、物資の輸送に使われるものと思われる。アメリカ陸軍が研究を進めている。渦巻き状のレールの上にボールを乗せた状態で、 レールの遠心から外れた位置を中心として回転させるとボールが外側に行くにつれて徐々に加速していく原理を応用する。実際には特殊なメカニズムを利用した円形のものを使う。ガンダムシリーズ。ありがとうございます。